こんにちは。今日は、竹を掘り出してきた竹を根洗いして根切りして、油抜きをして、なおかつ、それを尺八にするためには、この根っこの部分を整理っていう形きれいにこう、まあ、削って整えるっていうことをしなくてはなりません。それを今日はちょっとやってみたいと思います。まずこういった原木、油抜きをした後の原木ね。でこれをこのようにするという形で、サンダーで削るということで、サンダーが重たいので、たくさんあそこにあるように、10本もすればもう手がもうパンパンになって、もう耐えきれませんので、サンダーを据え付け型にして、それで、竹自体を持っていって回すという工程ですので、ちょっとやってみますけれども、ちょっとサンダーの音が高いので、まあご辛抱ください。はい、この程度ぐらいまで、削り合わせして、整えます。でその上になおかつ、手ごろなサンダー、まあ、手に沿うような小さなサンダー、こういったサンダーですね。こういったサンダーで、もう少しきれいにしますね。のように、整えます。で、あとこういった、節のあたりとか、節の中に黒く煤がたまったようになってますね。こういったものをこういうハケのドリルっていうかな、これでは、い、削り取れましたね。そういった形で、見栄えよくきれいに整えます。はい、ここにあった分が、取れました。で、うがいに、工程上、竹をきれいく美しくして、形状を良くするように、努めて、こういう具合にします、ね、こういう具合にきれいくします。でこれを穴開け加工をして中を抜いて蓋口をつけて、でこういうふうに仕上がります、ね、でこういうふうに、
仕上がってきます。ね、これが、5つ穴ですね。こういう側に、この根っこをきれいにして、ここに穴を膨らして、全部工程を経てこういうふうな音が出ます。ね、それからこちらが、7つ穴ですね。7つ穴でちょっと根っこはありませんけれどもね、ちょっとよくなるので。いきます。だから、こういう根のさばきも肝心なことですので、よろしく